アラン・アレクサンダー・ミルンは、イギリスの児童文学作家、ファンタジー作家、推理作家、詩人、劇作家。日本では、童話、童謡の作品が有名。代表作は、熊ノプーさんシリーズ、赤い館の秘密など、子供時代、ハーバート・ジョージ・ウェルズに教えを受け、大きな影響を受ける。彼は、ミルンの父の経営するロンドンのヘンリー・ハウス校に、 理科の先生として赴任していた。パブリックスクールのウェストミンスタースクール及びケンブリッジ大学トリニティカレッジで学び、学生時代から学内誌に視野随筆を投稿し、作家を志す。大学在学中から英国のユーモアし、パンチに投稿し、後には編集助手となった。その後、作家として独立。第一次世界大戦では通信将校として従軍している。 1913年、ドロシード・セディン・コートと結婚。1920年、一人息子、クリストファー・ロビン・ミルンが生まれる。かの有名な、クマノプーさんは、クリストファーのために書かれた。大祖父は、石膏、祖父は、長老派教会牧師、宣教師をした後学校を12校経営。祖母も宣教師で、校は10人いた。父ジョンバ・イン・ミルンは、 ロンドン北の郊外モーティマークレセントの私立の男子校ヘンリーハウスの校長。母、サラマリア・ヘギンボザムは農家の娘で父ジョンと出会った当初両妻を育てる婦人向け学校を運営していた。一年以上休婚した後にようやく母、サラマリアは承諾をした。三人兄弟の末っ子としてロンドンに西北部キルバーンにて生まれる。上のバリーは2歳7ヶ月。 下の兄は1歳4ヶ月それぞれ年上。父ジョンバインミルンの経営するヘンリーハウスに2ケンともに入学しともに学校生活を送る。AA ミルン、A. A. 僕たちは幸福だったミルン次元、原政、梅沢時子役、研究者、1975年。ありがとうございます。